皆さんのイライラや不安が力になったらすごいと思いませんか？マリサナナセ、皆さんこんにちは。勉強マニアのナナセです。今日はですね、まあ今コロナ禍っていうこともあってストレス溜まってませんか？まあ私もね、ストレスって33年間ずっと付き合ってきたものだなと思うんですね。やっぱり学生の時って学生なりにね、いろんなストレス、友達関係とかテストとかあったし、今は今でやっぱり大人になってからもいろんなストレスあると思います。でこんだけね、もう一生付き合ってるものなのにもかかわらず、問題なのにもかかわらず、学校だとストレスの正しい解消法って教えてもらってないじゃないですか。ということで、そのね、学校じゃ教えてもらえない知識、明日から使える知識を提供しているのがこの大人のための勉強チャンネルです。より具体的なフリーユーマインドという戦略を皆さんにお伝えしようかなと思います。でこの戦略なんですが、めちゃくちゃ良くて、私今までね、結構過去に鬱っぽくなったことがあって、心理学的な本を読んだりとかもしたんですよ。だけどそれらの本よりもぶっちゃけこの戦略非常に使えるなと思いました。まず今までのね、皆さんのストレス解消法ってあると思うんですよ。なぜその今までの今のストレス解消法がダメなのかに関してなんですが、実際どんなストレス解消法をお持ちですか？まあ、よくあるのがカラオケでね、歌歌ったりとか、大きい声出すみたいなこととか、あとお酒飲む人とかもいますよね。まあ、両方とも今コロナでね、しにくいから余計ストレスに溜まってると思うんですけど、あとはもう泣いたりとか、運動したりとか、瞑想とかももちろんストレス解消とかね、予防に、まあ、もちろんいいとは思います。ただこれらの方法って問題そのものとは向き合ってないですよね。だからそこにちょっと問題があるんじゃないかなと思います。まあ、なので今回の方法っていうのは、これらの従来の方法と違って、問題に向き合います。とことん向き合うことができて、それが問題自体が力に変わってくれるんですね。今まで皆さん人生の転機を思い出してみてください。何がありましたか？私実際に自分の人生の転機というのが、まあ、OL 辞めて営業の世界に入ったこととか、アメリカに一人でね、行ったこととか、いろいろあるんですけど、その時って必ず不安とかイライラとか嫉妬とか悔しさ、そういったストレスが力になって人生変えるような行動が取れてたんですよ。リー・マクゴニカル先生のストレスを力に変える教室という本でも書かれていることだと思います。まあ、ストレス自体はですね、アドレナリンとコルチゾールという2つのホルモンをですね、出してくれるんですね。でこれアドレナリンの方はいいんですよ。心拍数を上げてくれて酸素の供給が回るので、頭がね、脳に酸素が入ってクリアになったりとか、いい発想を浮かんだりとかっていう風になるので、アドレナリンは結構本番に強い人とかだとよく出てくれます。まあ、スポーツ選手とかもすごいアドレナリンマックスでね、いい結果残せれたりとかしてますよね。まあ、プレッシャーに近いかと思うんですけど、非常にいいと思います。ただコルチゾールの方は、これ非常に体には結構害で、例えば記憶をね、ブロックしてしまったりとかする作用があるんですね。なのでできればコルチゾールを抑えて、アドレナリンを出してくれるような方法がいいということなんですね。ただこれなかなか難しいと思います。まあ、それらをね、解消してくれるフリーユアマインドという戦略で、こちらの本、超思考法というね、ウィリアム・ダガンさんという方が書かれた本の中の戦略になってきます。2時間で考え方が一生変わるメソッドとあるように、結構良かった本になります。後半特に良かったですね、最後の方が。で、まあ、このフリーユアマインドを私がなりにね、解釈して、解説しますが、詳しく知りたい人とか、ちゃんとしたやつをね、正確なものを知りたい方はこちらの本を読んでみてください。まずこの方法は、皆さんのネガティブな気持ちをこう吐き出してくれる方法なんですね。本当にフリーユアマインドって、そのままあなたの心をね、こうフリーにするっていうような戦略になってきます。でこれ簡単なんですよ。たったの4ステップです。まず問題を考えます。問題っていうのが、例えば英語が自分は喋れないとか、勉強時間が取れないとか、そういった問題でいいです。で次に、その問題が過去のことなのか未来のことなのかっていうのを考えます。例えば今ね、特に皆さんのストレスになっているコロナにかかるかもしれないっていう問題、これは過去のことか未来のことか、どっちですか？未来ですよね。で一方、勉強時間が取れないとかっていうのは、まあ、今まで取れなかったっていう、そのストレスが来てるので過去のことになると思います。でこれね、今のストレスってないっていう風にこの方は言われていて、まあ、確かにね、どちらかというと未来とか、どちらかというと過去にね、振り分けれると思うんですね。実際やってみると分かりますが、皆さんもどっちかやってみてください。で3つ目のステップで、これはカルマなのかダルマなのかっていうところになります。カルマね、今 YouTube でも結構話題になっているカルマさんいますが、まあ、彼の
ことではなくてですね、皆さんの手でコントロールできないこと、これがカルマです。一方、皆さんの手でコントロールできることっていうのがダルマっていうふうに言われてるんですね。これ、以前ご紹介しているローカスオブコントロールにね、似てるやり方になるかなと思います。例えば、勉強時間が取れないっていうのは明らかに自分でコントロールできることですよね。作ればいいので。なので、これはダルマになります。英語が喋れないとか、いくら勉強してももしかしたら喋れないかもしれないんで、ある程度これはカルマじゃないかなと私は思います。あとは、コロナにね、かかるっていうのも明らかにこれはカルマになってきますよね。自分じゃコントロールできないこと、できることももちろんあるんですけど、いくらね、万全な対策しててもやっぱりかかってしまうこともあると思うので、そういったものはカルマになりますよね。で、あと4つ目でね、これを行動に変えます。じゃあ、これをね、どういう風にすればいいのかっていうのを行動で書き出してみるんですね。これをすることで、例えば勉強時間が足りないんだったら、じゃあこれをどういう風にしていけばいいのか、自分の力で変えれるダルマなので、じゃあ、朝早く10分起きて、10分間だけでもいいから、まずは勉強時間を増やそうとか、というふうに行動を考えるようになるんですね、ここで。コロナに関しては自分の手じゃね、負えないかもしれないけど、だったらもしコロナにかかってしまったらどうすればいいのかっていう対処法を考えておいたり、連絡できる日を作っておくとか、というふうに、自分ができることっていうのを考えれるようになってきます。で、これは実際に私もやってみました。で、このようにね、表にすると非常にやりやすいということで、表を作ってね、やってみたんですね、真面目に。で、ちょっと私の問題、今抱えてる不安とか悩み全部書き出してしまってるので、非常にこれ見せるの恥ずかしいんですけど、ちょっと皆さん流し見してください。例えば初めのやつですね、結婚できない、出産できないというふうになりますが、これはですね、未来に対する不安から来るストレスですよね。これに関してはもう明らかにカルマということで、自分でね、もちろんね、いい女になるっていうのは、ね、できると思うんだけど、私がいくら結婚するって言っても相手がね、了承してくれないとできないじゃないですか。だからこういうことはカルマになってきます。で、例えば、じゃあどのような行動が取れるか、お金を貯める、お金貯めとけばね、老後一人でも最悪ね、困らないですし、お金目当てで寄ってくる男と結婚できるかもしれないですよね。いますか？であとは、やっぱりそういう出会いを探しに行ったりとか、あと付き合ってる人が本当に結婚を考えてくれてるのかどうかっていうのを見極めたりとか、こういったことは自分でできる行動になってきます。なので、こういう行動にフォーカスすることが大事なんですね。で、これをやってみると皆さんわかるんですが、今までね、こう不安だなっていうこの左側の部分、結婚できないとか、例えば、このチャンネルも登録者増えないとかね、そういう悩みにね、フォーカスしがちなんだけど、それを行動の方にフォーカスを持っていくことができるんですね。ということで、これをやって私が実践してみてよかったなって思ったことは、今に集中できるということです。もちろんこれは、いわゆる瞑想だったりとか、なんか自己啓発セミナーとかで今に集中しろっていうのはね、何度も聞いてると思います。ただ実際にそう言われたところで、不安とかそういうネガティブな気持ちってめちゃくちゃ強いものなので、不安になっちゃうんですよね、どうしても。だけど、このように行動にして書き出してみることで、今じゃ何をするべきなのかっていうのが見えてきて、それに取り組むことで不安とかを考える余裕がなくなるんですね。なので、今必死になってね、お金貯めようと頑張ってますっていう風に、今に集中してやるべきことが見えてくる点が非常にいいなと思いました。ということで、ぜひね、皆さんも今すぐ使えるフリーヨーマインド戦略やってみてください。ぜひね、この戦略いいなとか、今ストレス抱えてる方が周りにいたら、周りの方にもね、ぜひね、この動画教えてもらえたくれたら嬉しいです。ということで、ぜひ皆さんのストレスがちょっとでも力になりますように、ぜひいいと思ったら高評価、そしてチャンネル登録も忘れずにお願いします。3万人の勉強仲間にチャンネル登録で参加していってください。では、 See you!